こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は上原美優さんの事件について紹介していくぜ。上原美優さんと言ったら、貧乏を売りにしていたアイドルだったよね。結構テレビでも見ること多かったから、突然の訃報には驚いたよ。上原さんは10人兄弟の6女に生まれ、それゆえに家計が苦しかったそうだ。そんな様子を明るく話していたのも人気となった一因だろうな。普通貧乏って隠したがるものだけど、それを売りにするってのもすごいよね。暗くなりがちな話を明るくできるのも、応援したい、って気持ちにつながるだろうし。そんな上原さんの訃報があったのは、2011年5月12日。結果的には自ら命を絶ったというものだが、その最後には不審な点も多くあった。そのため今でも裏のある事件とされているんだ。ぜひともその話聞かせてもらおうじゃないの。それじゃ、ゆっくりしていってね。上原さんは事件の前日である2011年5月11日は、当時交際していた男性と一緒に過ごしていた。この男性は前日から上原さんの自宅に泊まり、朝には出勤のために家を出ている。ただ、上原さんが落ち込んでいた様子であり、気がかりだったので昼には一度戻った。そしてそのまま会社を休んで一緒にいたそうだ。会社を休んでまで一緒にいてくれるだなんて、思いやりのあるお相手だったのね。そうして過ごしているうちに、上原さんはだんだんと元気を取り戻していった。23時頃になるとよく喋るようになり、笑顔も見られたことから男性は安心したようだ。そして上原さんから、2時間ほど一人にしてほしい、と言われたことで、男性は外出することとなった。元気が出た後なら大丈夫かなって思っちゃうよね。一人になりたい気分とかもあるだろうし。その後、上原さんから元気のない不穏な内容のメールが届き、男性が電話をかけるも出なかったので部屋に戻った。すると上原さんはドアノブでベルトとスカーフを使い、吊るされている状態で発見されたんだ。うわぁ、これ、男性は悪くないけど自分を責めちゃうよね。様子がおかしいことに気づいていたみたいだしな。男性がすぐに119番通報して病院に搬送されるも、5月12日の午前3時37分に亡くなったことを確認。現場検証では事件性はなく、自丸と判断された。遺書とかはなかったの？遺書はなかったそうだが、手帳から思い悩んでいる様子を書いたメモが発見された。それもあっての判断だったのだろう。葬儀は地元の種子島で行われ、親族や近親者のみの密葬だったそうだ。そういえばこの時はまだ芸能人の自丸報道も普通にしていたよね。実は上原さんが亡くなった後に自ら亡くなる人たちの数が増加した。1日平均82人だったのが平均124人となり、特に20代から30代の女性が目立った。上原さんが去年24歳だったから、同年代くらいの女性が影響されたわけだな。ファンによる後追いってこと？いや、これはウェルテル効果と呼ばれるものだ。上原さんの報道が大々的に行われたことから、報道に影響された人が増えたんだ。なるほど、それもあって今は報道を控えているわけか。この時もウェルテル効果の指摘がされたが、特に対策が行われたというわけではない。ガイドライン等の対策が行われるようになったのは、2020年からの芸能人の相次ぐ訃報からだな。この時に対策されていたら何か変化はあったのかしら？2020年に相次いだ芸能人の訃報も、ウェルテル効果の可能性が指摘されているから、もしかしたらそれが防げたかもしれないな。やっぱり対策というのはできる時に早めに行うべきよね。しかし上原さんが24歳という若さで亡くなってしまうとは、貧乏を売りにしていたけどそれまでどんな風に生きてきたのか気になるわ。では次は上原さんの人生を紹介しよう。上原さんは1987年5月2日、鹿児島県にある種子島で生まれた。四男六女の10人兄弟の末っ子で、父親が55歳で母が43歳の時の子供だ。大家族なだけでなく、ご両親は高齢出産だったんだ。上の子数人は巣立っていたが、上原さんの出生時には他に6人の兄と姉。父は造園業で母がアルバイトをして生活するも、一家の生活は常に困窮していた。両親に加えて7人の子供だもんね。何事も争奪戦になりがちな子供たちだったが、割を食うのは常に末っ子の上原さんであった。なんと下着の数が足りなかったために、上原さんは中学まで下着を履かずに暮らしていた。下着がないからとはいえ女の子なのに。女の子だからなんてことが通用しないほど生活が苦しかったということだ。築100年の屋根や壁が穴だらけの家で、雨漏りのために家の中でも傘が必要だった。4畳半の部屋が3つしかなかったため、7人の子供たちは重なって眠る生活であった。貧乏の度合いが想像以上だわ。そんな中で上原さんは成長するが、幼稚園に通う費用もなかった。両親は仕事で、他の兄弟は学校に行き、普段騒がしい自宅に一人残されることになる。それもあって友達も少なかった。
その年で一人になっても息抜きとはならないでしょうしね。そんな上原さんを不憫に思った母は、同年代の子に声をかけて一緒に遊んでもらった。上原さんもそれを楽しみにしていたのだが、不審者と思われたことでできなくなってしまった。上原さんを思うとかわいそうだけれど、普通に考えたらそういう扱いなのも当然よね。不遇な幼少期を送った上原さんだが、義務教育である小学校へ通うこととなる。そこで同級生に母親をおばあちゃんと勘違いされたことがショックであったようだ。子供は素直に意見を言っちゃうもの。他にも家以外の世界を知ったことで、自分の家が普通の家庭と違うことを知ることになる。大家族であり貧乏であること、自分の母親が高齢であること。さらに給食費の支払いが滞ることも多かったため、次第に孤立していくこととなった。辛いわね。また、上原さんの実家では中学卒業後は、家を出て自立するという決まりがあった。そのため兄弟たちが次々と巣立っていき、家でも上原さんは一人になってしまう。そうしたことは全て家が大家族であり、貧乏であるためと思っていた。上原さんがそう思ってしまうのも仕方ないわ。中学校に進学すると、周囲はさらに露骨に馬鹿にするようになる。上原さんの貧乏のせいという思いはどんどん膨らんでいき、両親と会話することもしなかった。そして、中学を卒業したら鹿児島の高校に行く、と両親への相談もせずに決意した。そういうお年頃なのもあるだろうけど、さすがに無謀すぎない？高校の学費に加え、生活費も賄わないといけないからな。しかしどっちにしろ自立する決まりもある。上原さんは中学卒業後にこっそりと島を出ることにした。心配だわ。出発の日、船が港を離れていくが、近くの灯台には母の姿があった。また、カバンの中に見慣れない封筒があり、中には3万円が入っていた。ここに来て母の愛、目から汗が。この3万円は母親が1ヶ月間、働いて稼いだすべてのお金。自立する娘への選別であった。話すこともなくなっていたけど、やっぱりちゃんと見てくれていたんだね。上原さんは確かに大家族と貧乏でたくさん苦労したけど、親からの愛情ってのはお金じゃ買えないものよね。しかし、これまでの生活では考えられないほどの大金である3万でも、学費や生活費を賄えなかった。上原さんは姉の家に身を寄せてがむしゃらに働いたそうだ。それで無事学校に行けたの？高校には行けたが、上原さんに待っていたのは悲劇だった。とにかくお金が必要だった上原さんは、次第に学業はおろそかになった。高校生でその生活はきついわよ。普通の高校生とは違うことで、周囲の人の見る目も違った。さらに不良グループに目をつけられ、異性からの暴行を受けてしまう。これによって上原さんは高校を中退してしまったんだ。ひどすぎる。上原さんは非行に走り、不良仲間とつるむようになっていった。一方でそんな自分に嫌気を感じたりと、苦悩する日々でもあったようだ。そういう仲間が集まっている場所って居心地の良さもあるけれども、それでいい関係とも言えないものね。そんな上原さんの人生を変えたのは、上京してしまった姉がきっかけだった。上原さんは昔家族でテレビを囲んでいる時、皆が笑顔になっているのを見て、アイドルになりたいという夢を持っていた。だからアイドルになるために一緒に東京に行こうと誘ったんだ。いろいろあったけれども、こうして助け合う場面も多かったんだろうね。でもアイドルになりたいとは言っても、簡単にはなれないわよ。東京に出た上原さんは事務所の面接を受け、合格したことで芸能界デビューを果たす。まさか合格するとは思ってもなかったそうだ。ここに来ていい方向に向かってきた。しかし、デビューできたからといって、売れるかというのはまた別の話だ。上原さんはレースクイーンとして活動するが、チームの撤退により活動を終了。さらに2007年には恋人に振られたことにより、命を絶とうと未遂事件もあった。過去に未遂もあったなんて。一命を取り留めた上原さんは家族の支えもあって再び奮起。そして一年後には貧乏アイドルとして数多くのバラエティ番組に出演するようになる。これまで不幸の原因であると思っていた貧乏と大家族がブレイクにつながったんだ。かなり壮絶だったけれども、何がきっかけになるかなんてわからないものね。では、ここからは事件の動機となり得そうな当時の上原さんの状況を説明していこう。まずは母親との別れだ。上原さんの母親は、2010年3月29日に心筋梗塞によってこの世を去っている。家族を失ったことによるものってことか。もともと母親は調子が悪かったみたいで、以前にも倒れたことがあったそうだ。そんな母の最後に上原さんは仕事があったために見とれなかった。それは辛いわ。昔は反抗したり色々とあったが、上原さんは母親のことが大好きだった。そんな母を失ったことで、相当ショックを受けていたみたいだぜ。離れてからわかる親のありがたみもあるもんね。上原さんが仕事を頑張っていたのは、母に楽させてあげたかったというのもあった。それもあって母を失ったことは大きかった。
母を失っただけでなく、目標を失ったことで、さらに喪失感がありそう。上原さんは母親が亡くなった後周囲に、お母さんのところに行きたい、と漏らしていたり、お母さんがまるんで辛い。このままのスタイルで仕事しても先行きどうなるか、という内容が手帳にも書き残されていたようだ。それもあって母との別れが最も大きな動機と見られているぜ。そんなのが残されていたのなら、動機として見られてしまうのも仕方ないね。父親も事件前日に上原さんから電話があり、種ヶ島に帰りたい、お母さんのところに行きたい、と泣きながら言われたそうだ。お父様にもそうしたことを漏らしていたんだ。父親は島に帰ってくるなら迎えに行くといい、また夜に話し合おうと一旦電話を切った。そして夜に再度通話した際には、お父さん迎えに来んでいいから、とにかく元気でいるよ。仕事にも行くから、と落ち着いた様子であったから、安心して電話を切ったそうだ。しかし、それが上原さんと最後の会話になってしまった。当日の状況もそうだけど、結構極端に様子が変わるのが多いね。上原さんは元気だったかと思えば、急に落ち込むなどと精神的に不安定だった。母を失ったことの辛さから精神を病んでしまい、双極性障害を患っていた可能性が指摘されているぜ。双極性障害か。自ら命を絶つ選択をする人は、うつ病より双極性障害の方が多いっていうよね。うつ病の場合はそうした願望があったとしても、行動に移すまでの気力がないという人も多い。一方、双極性障害の場合はそう状態になると、無駄に行動力が出てしまうからな。そうした時に行動に移したり、逆にそう状態時の行いがきっかけとなったりもする。想像以上に厄介じゃない。ハイテンションな様子と落ち込んだ様子、どちらも見られているから可能性は高そうだよな。そしてそんな風に精神的に病んでしまったのが、お母さんとの別れであったということだ。お母さんとしてはもっと活躍してもらいたかっただろうけど、上原さんが生きる希望を失ってしまうほど、二人の関係が深かったということだよね。次は恋愛面での悩みだ。え？でも当時には上原さんを心配してくれる優しい男性がいたじゃん。実はその男性は事件の少し前に上原さんに別れ話を持ちかけていたそうだ。上原さんに押されて付き合ったのもあり、良好な関係というわけではなかったとか。なんか事件の話の時と印象が違うわね。まあ実際のところどうだったのかはわからないな。もともと上原さんには恋愛依存症な面があって、恋愛がうまくいかないと精神的にも来てしまうようだ。過去に未遂をした時の理由だって恋人との別れがきっかけだったし。なるほど、じゃあ別れ話ってのもなくはないわけか。ちなみに当時は彼氏が疑われ、上原さんの最後に関与したとも言われていたが、事務所関係者によると、最後にいた時に別れ話や喧嘩などはしていなかったそうだ。警察の捜査によって上原さんの最後に関与したという疑いも否定されているぜ。上原さんの不安定な様子を見て一緒にいたわけだしね。母親を亡くしたこともずっと引きずっていたみたいだしな。それと合わせてってのもあると思う。そもそも恋愛依存症ってどんなものなの？恋人がいないと落ち着かず、相手に依存してしまうようなものだな。男性と女性の場合で違いもあるみたいだけど、恋人がいないというのがまず考えられない。だから恋人がいない期間は、どうにか恋人を作ろうと躍起になるんだ。じゃあ上原さんの恋愛依存が事実なら、かなり押しまくって付き合ったってのもあるのか。でもどうにか恋人が欲しいってなるならタイプとかはあんまり関係ないの？全く関係ないとはないだろうけど、それは別に誰だってそうじゃないか？付き合っている相手が自分のタイプかというと、そうではないって人もいると思うぜ。惹かれるポイントは人それぞれだもんね。ちなみに上原さんのタイプの男性とかはわかっているのかしら？上原さんは昔は顔が全てで、一目惚れした男性とお付き合いしていたそうだ。しかし、人間、顔ではない、と気づき、大家族を支えてくれそうな人としている。上原さんも大家族が夢だったの？自身の兄弟が10人だったから、それより多い11人を望んでいたそうだ。ただ、恋愛依存症の人は付き合ったら付き合ったで、相手中心の生活を送るようになっていく。相手の望むものを何でも与えたがり、その一方で不満や不安や嫉妬心などを募らせる。相手のため、を第一にする恋愛なので、実は本人の幸せに繋がってないことも多いんだ。ただ好きな人と入れて幸せって関係じゃないんだ。恋愛依存症の恋愛はいびつなことが多い。男性側は女性を支配しようと暴力を振るったり、女性側はそうしたことも受け入れたり、お互いに共依存となってしまい、抜け出せなくなってしまうこともあるんだ。恋愛ってあるから悪いことじゃないと思ったけど、意外と根深いものがあるんだね。恋愛依存症になってしまう原因はわかっているの？幼少期の養育環境による自己愛の傷つきが原因とされている。上原さんは大家族でありながら末っ子で、一人で過ごすことが多かった。
それもあって、愛されたい、必要とされたい、という気持ちが恋愛依存症につながったんじゃないかな。ご家族やご兄弟が上原さんを愛してなかったり必要としなかったわけじゃない。けどそうした一度抱えた気持ちをずっと引きずってしまったということね。恋愛が必要であるのに、その恋愛で苦しむようになっていく。そうした板挟みで、消えてしまいたい、と感じてしまう人も少なくないぜ。自己肯定感というのがいかに大切かがわかるね。次は東日本大震災の影響だ。いきなり方向性が変わったわね。東日本大震災があったのは、上原さんが亡くなる2ヶ月前の2011年3月11日、日本中を巻き込む大騒動であった。地震だけじゃなくその後もいろんな騒動があったし、当時は被害状況が報じられるだけではなく、他地域のシミュレーションも多くあったんだ。そんな中で首都圏に津波が襲ったらという想定で、被害状況を映像化したものが放送された。それを見た上原さんは恐怖を感じ、地元の鹿児島に身を寄せているんだ。直後にそんな映像を見せられたら恐怖を感じてしまうのも仕方ないよ。余震だってまだまだ続いていただろうし。しばらくして東京に戻った上原さんだが、津波の情報を見るたびに怯えていた。また、被災者に対して何かしたいという気持ちだったが、当時は上原さん自身が人の助けが必要な状態だった。仕事中に不安になったのか突然泣き出したり、かといったら突然ハイテンションになったりと。双極性障害のような様子が仕事現場でも見られたということね。東日本大震災そのものが原因というわけじゃなく、それが上原さんの不安を煽ってしまった。というのは十分ありえそうだな。それ以前に母親を失って人の命の尊さに敏感な時期でもあっただろうし、大規模な災害でショックが重なって、影響を受けた可能性はないとは言えなそうだわ。災害大国である日本だから、どこにいても自然災害を受ける可能性はある。地震だけじゃなく台風の被害なんかも多い。そうした不安を抱え続けなければいけないというのが、さらに上原さんを追い詰めてしまったのかもな。続いては心霊番組の影響だ。今度はオカルト？それくらい上原さんの訃報が突然だったってことだろうけど。上原さんは心霊番組に出演することもあり、問題にされているのは2010年に放送されたもの。関東にあるとある映画怪奇現象に悩まされ、その調査を行うという番組であった。番組内でも実際に怪奇現象があり、そこで取り憑かれてしまったのでは？という話だ。実際にそんなことがあったんだ。でもテレビの取材だったら、上原さんだけがそこに行ったわけじゃないでしょ？他の人の影響は？他の人の影響の話はなかったが、上原さんが現場で一人になる時間があった。その間に取り憑かれてしまったため、上原さんだけ霊障を受けてしまったとのことだ。なんか都合が良すぎるっつうか。上原さんは番組の途中で泣き出してしまい、なんか吐き気がする。背中が重い。と言って途中退場することとなった。さらに上原さんは霊感があったようで、それも霊障を受けやすくしていたとか。霊の存在を否定するわけじゃないけど、こうして亡くなった人の動機が霊によるものってのは腑に落ちないわ。まあこれが原因で間違いないとは言えないし、かといって可能性がないとも言えない。噂の一つとして捉えておくのがいいだろうな。続いては芸能界での悩みだ。上原さんは夢を追って上京し芸能界入りしたが、順調に売れていったというわけではない。過去に非行に走っていたこともあり、周囲に危ない人間がいると孤立してもいたそうだ。仕事も人間関係も良くはなかったわけね。そんな上原さんがブレイクしたきっかけが、元大物芸人の存在であった。上原さんの噂をものともせずに近づき、気に入ったことで講演してもらっていた。芸能界への影響が強い大物だったために、上原さんが番組に出ることも増えたとのことだ。人脈を作れるのもその人の才能よね。しかしこの大物芸人には丸栄養の噂があった。気に入った新人がいると自身の番組に出させ、収録が終わると口説いていたとか。女性も相手に気に入られれば仕事になるので、手段を選ばない女性だとその話に乗っていたとか。芸能界の闇じゃん。上原さんもこの大物との丸栄養が噂され、そういう関係だったという話が広まってしまった。上原さんにとっては相手は恩人で、そうした噂に傷つけられたと言われているぜ。確かに恩人が自分のことで悪い噂を立てられたら悲しいよ。あんなに元気そうにテレビに出ていたけど、その裏ではたくさん辛い思いがあったのね。上原さんの残したメモに、この大物芸人の名があったという話もある。しかし、遺書の話は後でさせてもらうが、それも本当の話かどうかは分かっていないぜ。なんか噂と噂をつなげているところがあるわね。もう一つ仕事に関する話がある。上原さんは貧乏アイドルという売りだったため、いじられキャラとなることが多かったそうだ。なぜ貧乏アイドルがいじられキャラに？苦労して生きてきたということから、打たれ強いというイメージだったんだよ。
そんな中で共演した有名芸能人からひどい言葉を浴びせられたという噂が立った。ただ、これはガセであったようで、噂を広めた本人は謝罪をしている。一体どうしてそんな噂に？この有名芸能人は毒舌キャラだったため、少し強めに上原さんをいじっていることもあった。それを見た人が、上原さんがいじめられている、と事件に繋がった原因ではと噂されたみたいだ。なるほど。しかしこの芸人に限らず、上原さんに対するいじりは強かったとされている。芸能界でのいじられキャラが上原さんのストレスとなり、ジマルに至ったのではないかという指摘もあるぜ。いじりってその場では笑ってても、本人は心の中で傷ついているってよくあるもん。このままのスタイルで仕事しても先行きどうなるかってメモもあったからこの悩みは十分ありえそうね。最後は関東連合との関係だ。急に出てくるじゃん。実は、元関東連合のリーダーと上原さんが過去に交際していたという噂があった。事件当時の彼氏と交際する前であったそうだ。上原さんはこの人物に未練があって、ずっと心残りであったという話だ。もしかしてそれでトラブルに？いや、相手は上原さんが売れっ子で、芸能活動に支障になるのではと身を引いている。どちらかというとこの相手というよりは、組織的な関係によるものであるようだ。どういうこと？実は上原さんの所属していた事務所が、関東連合とのつながりが強かったそうだ。事務所の社長や上原さんのマネージャーも元関東連合の OB という噂があった。そうしたことからプロダクションにも良くない噂がされるようになった。関東連合とつながりがあったからってそれは風評被害じゃない？某 YouTuber によってこの事務所では、丸営業が横行しているという暴露があったんだ。過去に所属していたアイドルが SNS でこのような発言をしていたんだ。メンバーみんな頭使えないし、こんなとこいるの無理だよ。それはみんなもわかるよね。ほぼ中卒だし、まともな人間じゃないんだからさ。よくここまで続けられたわ。最初から芸能なんてしなければよかった。ブサイクばっか相手にしたし、芸能始めてから何人と丸したんだよって。これが所属タレントの発言としたら結構やばい話だよね。こうしたことから上原さんも精神を病んでしまったと言われているんだ。そしてその裏には関東連合とつながるわけか。しかし、こうした噂に確たる証拠はない。暴露した YouTuber は別件で逮捕に至っているし、アイドルの発言も乗っ取りであったそうだ。乗っ取りだなんて都合良すぎない？でもその件で出頭した人物がいて、示談までしているみたいだぜ。そして2019年には、所属事務所が公式サイトで、反社会的勢力の取引排除に対する基本方針を発表。さらに上原さんに関する事実無根の内容によって、事件の真相だとブログに書いた人物に対し、名誉毀損に当たるとして訴訟も起こしているんだ。最終的には事務所の言い分が概ね認められて、賠償金の支払いなどが命じられているぜ。噂が噂を呼んでそんな事態にまでなってたのか。このように上原さんと関東連合には関係を疑わせるような噂が多くあった。しかし、どれも確たる証拠はなく、結果的に噂が加熱していってしまったようだ。火のないところに煙は立たぬとは言うけど、証拠もないものが広まるのは良くないよね。今は余計そういうものに厳しいから、発言の一つ一つに気をつけないと。次は上原さんが残したとされる遺書の真相について話していこうか。あれ？遺書があったんだっけ？遺書はないとされていたが、解読不明の殴り書きのようなメモがあったと報道された。すると、しばらくして上原さんの残したとされるメモが遺書だとして話題になったんだ。なんて書いてあったの？実はそのメモとされるものの内容は解読ができないんだ。なんとなく読めそうなところもあるけれども、字が汚いとかそういう話ではないよな。日本語っぽいけど見たことないような字もあるよ。さらにこのメモを含む上原さんの情報を、オカルト氏が取り上げたこともあった。この解読ができない文章が、地元の種ヶ島の壁に書かれていたとか、それもあって上原さんの事件については、オカルトめいた話も増えていったんだ。なるほど、それもあって心霊番組とかの話があったんだ。しかし、この件について現在は真相が明らかになっている。実はこのメモは上原さんのものではなく、漫画家の赤星民子さんの父親が残したものだった。亡くなった父親が残したメモで、解読できないかと自身のブログで公開したものなんだ。人様のものを勝手に使うなんて、上原さんにも赤星さんのお父様にも失礼なことよね。赤星さんはこのことを SNS やブログで訂正するが、すでに広まった噂に対して。なぜ今頃言うのか？今頃言うなんておかしい。どこかから圧力があったのか？と多くの疑問が寄せられた。結果的には赤星さんが知ったタイミングが後だったというだけなんだけど、信じない人もいたみたいだ。そもそも上原さんが残したとされるメモとも内容が全然重なってなさそうでもあるけどね。大型掲示板によって、上原さんの遺書とされたものが広がってしまったようだ。
このことで赤星さんはネット上には作り込まれたデマが存在することを指摘。ネット上の情報を鵜呑みにしないことを呼びかけているぜ。今はネット上の話から現実的な大きな騒動になることもあるし、根拠のない話は信じないということは昔より重要になっているわね。しかし、こんなことがありながら、残念なことにもう一つ上原さんのメモとされるものがある。その言い方だとそっちも他の誰かのものってこと？どうやらそちらは1985年に起こった日本航空123便墜落事故の被害者が残したものだそうだ。うわぁ、さらに不謹慎すぎるでしょう。そもそも普通に考えたら遺書を公開するってことがありえないことだよな。確かに、何でも信じすぎないようにちゃんと調べることも大切ね。最後にたまる説の真相を話していこう。え？そんな話あった？ブレイク真っ只中の上原さんの突然の訃報と、関東連合との関係が噂されたこともあって、上原さんには消されてしまったという噂も多い。芸能界の闇がちらほらと見えていたしね。上原さんが使用したスカーフやベルトに本人の指紋がなかった。会社の住人が、人が走り回る音や女性の悲鳴を聞いた。発見されたタイミングが絶妙だったため、命を落とすこととなってしまった。などたまるを裏付けるような根拠が挙げられたんだ。それが事実なら可能性は十分ありえそうだけど、さらに上原さんの最後を予言するような書き込みもたまる説を後押ししていた。この書き込みは事件の4年前である2007年のもので、上原さんがたまるによって命を落とすというものだった。人の命を好きかっていうのはどうなのと思うけど、当たってるのを見るとちょっと怖いね。だが、そもそもこの説はガセであったようだ。根拠として挙げられているものはネット上の情報で、確かな情報とは言い難い。上原さんのマルタイもすぐに親族に引き渡されているし、警察発表でも事件性はないとされていたからな。事件性があったらもっと調べるだろうし。あ、でもあの予言はどうだったの？内容に不自然な点が見られたこともあって、捏造されたものではと指摘がされているな。人が亡くなったのをネタにするなんて、でもそうした噂が出てくるのは、それだけ上原さんが話題の人だったってことよね。私もたまる説について調べてみたんだが、亡くなり方が不自然だからとか、先ほどの紹介でデマとされた根拠や、残されたメモを理由にしているものが多かった。明らかな不自然な点があるものと比べたら、たまる説が疑わしいとは言い難かったな。表に出てないだけとかもあるかもだけれど、それを言ったらどれもそうなっちゃうしな。結局のところ上原さんにつきまとう芸能界の闇の噂から、噂がどんどん広まったって感じだったな。噂がどうであれ上原さんが亡くなってしまい、辛い思いをしていたということは事実。お母様と一緒にご冥福を祈るわ。父親も2012年に病気で亡くなられたから、家族で安らかに眠られてほしいな。ということで今回は、上原美優さんの事件について紹介したぜ。上原さんの最後についてはいろんな噂があったけど、やっぱり大きいのはお母様の存在っぽいよね。それにいろんなことが積み重なってって可能性もありそう。周囲は異変に気づいていたみたいだから、休ませるとか病院に連れて行くとかするべきだったかもな。本人が嫌がったのもあったのかもだけど、明らかにおかしい時は目を離しちゃいけないわ。大人なんだからって思うかもしれないけど、大人だからこそこういう結果になってしまったのかもね。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。